久保さん、今回はバーバラ・キング・ソルベイ作家さんですね。価値はお金でできてるわけではない。期待や憧れが絶妙に調和してできていると。なかなかうまいですね。価値はお金でできてるわけではない。期待や憧れが絶妙に調和してできていると。なぜ多くの人はなんか石を買うんでしょうかあのね、あのー、 テレビ番組昔出てましたけど、パあの、ストーンだ、あの、石を打っててね、もうすげえ大豪邸にしてフェ、フェラーリとかもめちゃめちゃすごいフェラーリ乗ってて、一回テレビ出てる人いたんですけど、まあその人も、あの、石を打ってね、パワーストーンみたいな感じで打って、まあ富を築いたんですけど、あのー、まああるじゃないですか、いろんな石ですよね。うん。まあ、一般的に言われるのが、 あパワーストーンはなんか怪しいと思う人いるかもしれないですけどじゃあその結婚指輪は怪しいですかダイヤモンドという石は怪しいですか結婚式にお送りする結婚指輪は怪しいですか結婚指輪って、まあ、ダイヤモンド入ってる傾向がまあまあ高いと思うんですよまあ入ってない場合もあると思いますけどダイヤモンドって石じゃないですか <laughs> まあちょっとキラキラ光ってますけど じゃあそこに何があるのかっていうとこのね名言でもある通りに期待や憧れが調和しているとダイヤモンドに対して人が憧れだったりとか何かをい抱かなければ多分買わないでしょうね何も感じなかったらそこにキラキラ輝くものに綺麗だなとか,なんか美しいなっていうなんか期待憧れそういうものがなんだろうなまあ 入らななければ多分価値は出ないと思うんですよ、ねうん、まあ客観的に見ると石ですからね光っている <laughs> うん、うん、まああとは光っているっていうとこでだけで見るならば別にダイヤモンドと同じような光のプラスチックか分かんないですけどあのー、あるんですよねえ 一般ピーポーがよく見てもよくわかんないね。あのー、あるわけですよ。これも R の思考に入ってるんですよ。ダイヤモンドの話が <laughs>。そう、R の思考に入ってます。でね、R の思考の中にね、答えみたいなのがあるんですよ。し思考の階級何本だっけなそう、答えがあるんですよね。答えっていう。で、そこの答え、なんだっけな うんとね、思考の階層、思考の階層の14ですね、価値の価値っていうところで、まあそのテキストの中でね、まあ興味がある、あの、まあ石の話も書いてあるんだけども、その、まあ A の商品と B の商品を並べてるんですよ。A の商品と B の商品。うん、そう。 でこの A の商品と B の商品の答え合わせみたいなねで。答えみたいな。まあ、一応パスワード入れないと分かんないようにしてるんですけど。うん。そう。型から見たら、輝きか、輝いてるんですけどで、そこに値段が違うんですよ。ブランドとかもそうじゃないですか。ブランドも,もうなんかパチモンとかもあるじゃないですか。でパチモンは安いと。でも、見た目あんま変わんないですよね。 なんでパチモンは良くないのかいや、あのー、なんだ安いのかっていう。でも見た目一緒ですよ、大した大した変わんないですよ。素人が見てもね、巧妙に作られてるやつあると思うんで。だけど値段が違うんですよね。パチモンは安いっていうね。じゃあ本物とパチモンの差って何なのかっていう話ですよね。見た目は一緒、ほぼ。素人わかんない。<laughs> ね あなたはその鑑定士ですか鑑定士の仕事として生き,生きるんですかって話で鑑定士でも何でもないじゃないですかだから本物に対して例えばブランドの偽物と本物があってじゃあなんで本物に多くの人は本物の方がいいのかっていうと本物だからという期待ですよね安心感というか期待というか、うん、偽物をつかまされた実はその偽物をつかまされたっていうその それはそこに何か本物の期待をしてたからですよね <laughs>。これ面白いですよね。だこれはね、まあ、ちょっとね、一般の人、まあこ、こういういろんなことを考えてないと、なんかそういうのはね、見えてこないし、分かんないんですよ。うん。だからまあ、僕が良かったなと思うのは、ビジネスをこう勉強してて、いろんなこの考えるようになって、 いろんなやっぱ解釈の仕方展開がこうできるようになってであの視野が広がったっていうとこですよねものの見方が変わったんでその生きてる世界が変わったというかまあ大した変わんないんですよみんな生きてる見てるものとか見てるものは変わんないんだけども捉え方が違うんで受け取り方が違うんで解釈の仕方が違うんで他の人と違う結果を出せるんですよ考えてほしいんですけどイーロン・マスクさんとか まあすげえ成功者いるじゃないですか。誰が見ても。でも、なんかその、同じ地球に住んでたわけじゃないですか。同じ地球に <laughs>。で、見てるもの大した変わんないですよね。なんかイーロン・マスクさんだけなんか火星に住んでいて、見てるものが全然違ったっていうわけではないですよね。見てるもの大した変わんないですよ。うん。じゃイーロン・マスクさんだけが、 なんかその特別な機密情報を入手したのかっていうわけでもなく見てるもの聞いてるものは大した変わらないんですよねスーパー行ったらね牛乳が売ってるとかねスーパー行ったら卵売ってるとかね変わんなくないですか <laughs> <laughs> そう見てるもの大したら変わらないんですよ特にねまあ大人になって結果が出れば結果が出ていくうちに お付き合う付き合う人とかが変わってったりとか、まあ、聞く相手話を聞く相手が変わってったりするんだけど幼少期どうですかイーロン・マスクもサッカーしてたりとかね野球してたのかとかねなんか遊んでたりしてて変わんないでしょ大した <laughs> みんな大して変わんないですよでなんでこれ違いが出るのかっていうとその「A っていうものだったりとか「A っていう現象だったりとか A っていうなんか出来事だったりとかそこに対しての解釈の仕方展開の仕方捉え方が違うんですよでこの差が違いをもたらす違いなんですよねうんまあジェームス・キナーがね違いをもたらす違いは何ぞやみたいなね解いてますけどそんな感じでございますねはいまあこれも R の思考にしっかり入ってますんでいってらっしゃい